はい、毎度どうも恐縮です。君はどうします。ライズオブピーやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の目標はホテルクラッツへ目指すということですね。はい、ソフィアという謎の女性の声がね、まあちょっと助けてくれということでね、とりあえずホテルクラッツに行ってくれやって感じの、お願いをされましてね、まあそこへ目指すわけなんですけども、私はデベットの人形使いというかな、ね、デベットさんに作られた人形なんですけどね。はい。でね、今ね、この状況はね、人間じゃなかった、人形が人々を襲ってる感じなんですよね。これ一体どういうことなんですかこれね。でね、フェーブルアーズ前回言ったんですけどね、ちょっと説明がないんだよな。じゃあ軽く説明しますか。左上のゲージ、水のゲージが溜まった状態、水溜まったら三角ボタンを押すことで、まあ、特殊攻撃が出ます、簡単に言うとね。で、1個でも溜まればこのね、L2 ボタンの三角で剣の塚の部分が、ね、なんか強化されるのかな、ちょっと分かんないですけどね、説明がね、そこまでなかったんだよな。多分攻撃力が多少上がるとは思います。はい、ね、ちょっと詳しい方はコメントお願いしますまあ、とりあえず先に進んでいきましょう、ね、あとアイテムがあるかどうかね、探してきますね。アイテムをね、探すことは大事ですからね。ここは来たか、そのどこだ。そうで、あのなんかもらったよね、なんかね、なんか大事なアイテムもらわなかった。こうか、あ、これだこれこれ、さ、前回の動画の終わりで、あのちょっと大きめな敵からもらった、倒してもらったの正面剣の鍵、これを使っていきたいと思います。敵いないな、結局。ここはどこ、待って、間違えた、これか。で、剣にはね、耐久度がありまして、どこか見てんのかな、これか。ですね、どこだろう、あったった、武器耐久度140分の88、結構使ってますね。これがね、ゼロだと確か壊れちゃうのかな、ちょっとそこまでこうやったことないんですけど、これを戻すのにはこのね、グラインダーというのがありまして、このベルトの下のアイテム、これ見るか、見れるかな、これグラインダー、武器耐久度を回復する、武器で敵を攻撃するたびに武器耐久度が減少する、グラインダーを使うと武器耐久度を修復することができる、耐久度がゼロになると攻撃力が低下し、グラインダーでも修復できなくなる。あ、それまずいな。そのため耐久度ゲージを常に確認することが望ましい。戦場にいる元時にグラインダーは命と同じ、ブレードの鋭さは生と死を分かず決定打になるのだ。あ、もうおっしゃる通りですね。使い方は簡単です。このグラインダーにセットしてシカゴボタンを押すだけ。あ、モンハンの砥石と一緒です、これね。要するにね、簡単に言うとね。はい、そんな感じです。では行きますか。あ、そこここで鍵を使うんですね。これ鍵で開かなかったんでね、さっき奪った敵から鍵を使って開けると、クラッと収益正面玄関の扉を開けました。って感じですね。開いた開いた、わーいって感じです。外は雨です。すごいな、めちゃくちゃじゃないですか、もうなんかね。クラッと中央駅広場、これはね、これはですね、スターゲイザーを修復する。やってみましょうか。で、かかり火ですよね。スターゲイザーを使う。スターゲイザーを使用すると、ヒットポイントとスタミナが全回復し、パルスデージがチャージされる。死亡するとき、使用した時点で復活する。このとき、敵も復活することに留意しよう。そういう感じですね。あ、でもあれか、まだ休憩しないや。This is called a stargazer.A marvelous device the stalkers used in the past. Public threshold exceeds danger estimates. Please reduce positive numbers or risk of danger others. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This stargazer will make you stronger.But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up,
and come to Hotel Krat. レベルアップする。はい。これね、ここでレベルアップできるのは限られてるってことですよね。だからずっと続けることができないっていう、このうまいこうバランス調整してるんですよ、ここね。はい。早速じゃあこれレベル分けしましょうか。やっぱ生命力でしょ。気力でしょ。もうわかんない。もうないの。残りのエルコなくなっちゃうんだ。しょうがない、これで。レベルアップ。残りのレグ、必要なレグは788ってことは、あのかけらがあったよね。かけら使えばいいんだ。これかけらで1個200だから1個使えば OK か。でこれでもう1回レベルアップ で、ここで何にしようかな。重量見とく。これ積載量を増やすことによって重量がね、重量の容量が増えるわけなんでね、これ1個増やしとこうか、念のためね。 OK。で、ホテルクラットへ目指すわけなんですけど、ちょっとアイテムもいろいろ見たいんでね、探索しますか。こんなんか書いてある。これ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 。クラットの街へようこそ。おっと、いけるか。やってくれるね。クラットの街へようこそ。起源の炭石を立てた。お、早いね、これ。早すぎる、早すぎる。ちょっと待って。だバレンティヌスに敬意を表して。おー、炭石っていう、こう石造りのことかな。で、作った、こう、作った人に対して敬意を示したことね。なるほど。これなんか、ロックオンするか、なんか横立てるものが適当なのかどうかわかんないからね。あ、痛い痛い、痛い、痛い。カメコイジ当たってあるわ。おい。あ、待った。あんたもいる。花おぼろげなエルゴの破片ゲット。 OK。 あとちょっと、あ、いるわ。ロックオンした方がいいですよ、これね。この辺でこう索敵代わりに。なんか2人いたね、奥にいるね。まずこいつはつけるか。食べる。はい、はい、はい。さっき言いかけたんですけど、スターゲイザーでこの左下のゲージも回復できますね。このリージョンアームのこれも回復できますね。歯車ゲット。色鮮やかなエルゴの破片、これは多分量が増える多いやつ。通常だとおぼろげなやつだと100だ、プラス100だけど、今のいくつだろう。見れるかな。見てる暇ある。これか。300。お、高っ。300もらえる。いいですね、ありがたい。犬が2人いるぞ。いや、敵が3人もいるぞ。これ一旦これカメゴキ当てて。はい。犬じゃなかった。あ、犬いないよね。こういう時はまとめてかかってください。食べ込んで。これを。よし、やってみて。次に敵攻撃当たっちゃえば敵攻撃がキャンセルされるんで、それを利用した感じ。何が利用したかわかんないけども、はい。うまくいきました。よし、先進むか。アイテムをください。とりあえず、アイテムによし。どっち行けばいいんだろう。どっち行けばいいかちょっとまだわかんないな。とりあえずぐるぐる回るか。おー、いた。君か。おい、ちょっと早めの方がいいのかな、ガードがね。ここ、おい、あ、いた。連続が広いな。連続攻撃は効いてない。それは効いてないぞ。まだいるとき。ロックオン、ロックオン。あ、いた。ワンちゃんいた。来いよ。あ、はい、わかんない。全然わかんない。全然わかんない。よし。タイミングわかんなかった。あまりワンちゃんに対してはもう、なんだろう。ガードはしない方がいいですね。読めない。お、なにこれ。クラットタイムス、183号。クラット大博覧会は延期となった。街を麻痺させた最近の人間の集団暴走が収まるまで、市民の安全を確保するための決定である。ローザ・イザベル通りから始まったこの謎の現象は100人余りの死傷者を出していて、いまだにその原因はつかまめないまま被害は増えつつある。事態が長引く中、工房とクラッと最大の人形工場であるベニー2社は市民に緊急物資を提供し事態の解決のため全力を尽くすと声明文を発表した。人形工場でベニー2社。なんかちょっと怪しいですね。ベニー
ベニーニというところがね、なんかね。おお、いたよ。ああ、はい、はい。先制攻撃。もういないかな。どっち行こうかな。こっちから行ってみるか、上から行ってみるか。座ってる。反応が遅い。相手見えし。テーブル硬いっすわ。これ食べてみようかな、一回。あ、来た。説明来た。フェーブルアーツ。三角でフェーブルアーツ、ブレードの使用。ガード中に三角、フェーブルアーツ、つかの使用。武器にはグレードと、ブレードとつかがあり、それよりフェーブルアーツが備わっている。フェーブルアーツはフェーブルスロットを使用する。アーツによって消費するスロットの数が異なる。武器で攻撃を敵を攻撃することでフェーブルスロットが支配する。そう、敵を攻撃すると、フェーブルストットが支配するって感じですね。これ、ツカってなんだろうなぁ。使ってみるか。あ、いわゆるギャグじゃないですよ。ツカ、こう、ツカね。こう使ってみるかっていうのは別にギャグじゃありません。すいません。ないって言ったんですよ。L1 ボタンか。L1 ボタンこうか。これで。でもあんまダメージ変わんないなぁ。ガード中に。よくわかんないな。ガード、吸収が少し短くなるのか。そうでもないな。なんとも言わせんね。使ってみてわかんのかな。多分予想だと多分攻撃力が少し上がるんじゃないかと思うんだけどね。攻撃系のフェーブだからね。はい。いいですね。フェーブル高いし、これよく手に入る。これは、この合流した方のね、下から行った場合のね。OK。じゃあ先に進みましょう。アイテムないかなぁ。おぉ！出た。急に出てくるだし。待って、そこは？あ、そこはないか。OK。何かないかな？何かございませんか？なんかすごいあるじゃないの。あ、間違えた。色鮮やかなエルコの破片、これいくつだろう。これもエルコだよ。これか。あ、同じだ。300プラス300ルート。いいよ。いいよ。はい。終わり。なんか話がするかと思ったら終わっちゃいました。あ、こっちに入ってもる。これは多分ぐるっと右前で行けば取れるのかな、これね。よし、進むか。お、なんか来たぞ。フューリー攻撃。敵の中には全身が赤くなり、フューリーアタックという強力な攻撃を仕掛ける者もいる。フューリーアタックには回避やガードが効かず、唯一ジャストガードで対処できるということですね。ジャストガード命かよ、これ。まずいな、これ。しかも攻撃、敵によって攻撃ボタン分かんないかな。これか。分かんないよ。少しでも良かったかな。これ、ジャストガード。お、2回目。来いよ。これガードだ。ちょっと死ぬ気まんな。回復したい。痛い。回復。ここ。はい。お、行く、上、上。間に合わなかった。ちょっと回復するか。ああ、そう、今の状態がダメなんですね。体力が残り少なかったのに、ガードしちゃったから倒れたってことですね。仮にガードが減っちゃったけど、あれは何言ってるのか。仮にヒットボードが減っちゃったから死亡したってことです、今のね。死亡エルゴ。キャラクターが死亡すると、その視点に死亡エルゴが残される。この死亡エルゴを手に入れることで、失ったエルゴを取り戻すことができる。死亡エルゴを回収する場合に再び敵からダメージを受けたり殺されするとエルゴの回復量がだんだん減る。そう、ここが肝なんですよね。なんとかソウルだと、このなんだろう、死亡エルゴを回収して再び敵からダメージを受けて殺されするとエルゴの回復がゼロ、ソウルの回復がゼロだったんですけど、このゲームに関してはだんだん減るで許してくれるというね、非常に良心的な感じなんですよね。だから仮に1万エルゴなくなった、うわー取れなかったと思っても
まあ、9900ぐらいに住んだりするのかな、これね。非常に良心的ですね、ここら辺はね。じゃこれ、行っちゃおうか。あれ、真ん中か。やべ、右いっぱいいるかな、これ。まずやっつけたい。よし、速攻。うい。負けない、負けない。あた、うい。やられないよ、そんなんだよね。うい。いた、あれ、最後残ってるのか。当たってないか、私の攻撃が。何？ちょっと回復しとこうか。もったいないから。待って、ルートをちょっと確立しておく必要があるな。右から行った方がいいのかな。敵がバランスが出そうな、出なさそうなところ。なんか意外にこの時リーチ短いな。後ろ振り向いた方がいいか。いないね。前から来るかな。あの坂道でこれな、ここ、その階段のとこ。敵がいない？いないね。動いてないね。で、上から行った方がいいですよね。上から飛び道具撃ってくる敵がいるから、そいつをまずやっつけたい。はい、はい、はい、はい。あの敵ね。こいつを、待って、背後はいいか。後方締め攻撃。おれや、おれや。オッケー。で、下から行くか。どうせ敵と戦うし。あ、行っちゃった。逃げろー。おっかい、お追っかけてくれたんだ。フェーブル型です。犬がフェーブル型です持ってんだ。すごい敵だな。犬だな。自分で撃ったりするのかな。ね、プスッと。さあ。そこだよね、問題はね。これまず回収しといて。もう無理にガードしなくてもいいかな。でもこれ、結構大変そうだな。これ成功。あ、ちょっと失敗しました。うわー怖いよ。つっついてくるんだ。あれ、行こうかな。来いよ。成功、今成功。はい、ここで、あ、シャッターオフ行くぞ。今回決まったね。オッケーオッケーオッケー。あれアイテムないの？君アイテム持ってないのかい？持ってないか。まあ、しょうがない。こっちかな？こっちなんかアイテムありましたね。門のとこにね。反対側にね。それとに行こうか。もっと敵を避けつけるか。はい、はい、はい。で、そこのアイテムは？テルミット。これも、動いて、投擲物ですよ、これね。テルミットグレードと一緒ですね。エイペックス。おい、おい。いいよ。あ、また。もう来てる、次は。ガードした方がいいかな。なんか、無変に、なんだ、ジャストガード狙わずに。危ない。私が危ない。死んでしまう。どこだ？こっちか。いるか、曲がり角にいるかな？いない。ダウン中の敵は、また R1R2 ダウン中といってもな、今ダウンしないからでもね。よし、先に進みましょうか。反転した、反転した、反転こいよ。はい、先行く。ここでタイム攻撃打っとく。はい、いいよ。どっち行けばいいのかな。こっちなんかあるかい。あ、なんかあそこにある。あれが例のあれか。反対側からしか取れなかったアイテムね。届かしいいアイテムなんでしょうかね。ベニーの緊急修理ツール、なんだこれ。ベニーのこれか。即座に武器耐久度を回復する。ああ、使うと直ちに回復するってですね。ブラインダーだとこれ時間かかるけど、あ、間違えたー。回復しちゃったー。体力満タンのように回復しちゃった。これ、ね、これ、ね、このブラインダーで時間かかるんだけど、さっきの修理ツールを使うと、一瞬で回復するってやつ。そういうことか。しまった。回復薬なくなった。どうしよう。ここで放電状態になってて、敵に攻撃を与えると、どんどんチャージされるわけですよ、これね。
っては触りすぎじゃないんだよね。これどこ行けばいいのこれ。上か。あ、まだ後ろに挟めてる。おい、はい、はい。開いてると。歯車。ここは何？これは？これどこで戦うんだろう。なんか全然わかんないですよな。こっちは何？強力なパレード人形が入り口を塞いでいる。パレード人形が道を塞いでいるってどういうことよ。どういうことですか。ここなんだろう。あ、これまた繋がるのね、道がね。あ、でも敵いるな。敵いるってことはこれで戻ってきちゃってるから、やめた戻ろう。あ、これあれか。この最初のところ戻るわけだ。これね、ショートカットでね。ちょっと戻るか。戻っておきますか。うい、休憩です。ちょっと休憩、一服やってくれ。うい、あ、レベルアップできますね。しとくか。気力と体力、あ、気力、体力だな、やっぱ体力でしょ、大事なの。で、836だから、1個エルゴ使えば、エルゴの破片を使えば、もう一回アップでき、レベルアップできますよね。で、使って、レベルアップしておいて、気力だろうね。待って、体力しようか。気力でいいか。はい。OK。はい。ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。また次回もやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。